はい、こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはカールサイスのですね、作ったライカ M 用のレンズですね。いわゆる ZM マウントのビオゴン 21mm というレンズになっております。サイスはですね、こうライカ M マウントのレンズを結構たくさん作っておりまして、とても評価が高いんですけれども、このビオゴンもですね、スーパーアンギロと同じ 21mm ですけれども、開放 F 値が 2.8 と非常に明るい超広角レンズとなっておりまして、しかもこのティスターコーティングがかかっているんですね。ティスターコーティングのレンズというと、ハッセルブラッド用のレンズが多いんですけれども、このサイスのレンズとして非常に人気が高いレンズとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。このビオゴン 21mm もですね、とても人気がありまして、メイドインジャパンですね。はい、結構入荷するとすぐですね、売約してしまうことが多いので、ぜひお早めにチェックをお願いいたします。では外観から見ていきたいと思います。今回もですね、あまり使われなかったというお客様から買い取らせていただきましたので、ほぼほぼ使用感経年感はご覧の通り見られない状態となっております。ご覧の通りですね、目につくすれ当たりへこみなどはほぼ全くと言っていいほど見当たらないですね。この先端のこの水入りのリム部分もすれとか引っかき傷とか全く見当たらない状態ですね。はい、レンズも前玉後玉ともにすれ傷引っかき傷コーティングの剥離摩耗など見られずに、ほぼこう真っさらな状態ですね。おそらくこうホコリをこう飛ばしてあげるぐらいで、こうペーパーとか布とかでグリグリ拭いたりとかしたことはおそらくないと思いますね。こうライトで透かしてみても、こう目につく曇り、カビ、バルサム切れ、チリホコリなど目視でほぼ全く確認できませんので、こう撮影して気になるような瑕疵ですねは全くないと思われますね。撮影して画質に影響のあるような瑕疵ももちろん全くないと思いますね。結構神経質な人が見たとしても、ほぼまっさらな状態ですので、安心してお使いいただけると思います。絞りの動きも軽快で滑らかですね。こうクリックもしっかりと効いておりまして、錆、汚れ、油のりなどももちろん見当たらないですね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクでこう動いております。動きムラとかですね、グリスの固着によるこの引っかかりとか全く感じられないような状態です。付属品がこのリアキャップとこの UV フィルターですね。こうサイスのちゃんとティスターコーティングのかかった専用フィルターになっております。でもってフロントキャップですね、こちらはちゃんとサイスのロゴ入りになっております。はい、ほぼ未使用と言っていいような綺麗な状態のビオゴン 21mmZM マウントですね。もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。整備後のお届けを実施させていただきます。ということで、結構ですね人気が高いレンズになっておりまして、結構すぐに売約してしまうかもしれませんので、ぜひお早くチェックしてみてください。以上です。